イチです。ナヌです。いや、スポーツの秋だね。いや、もう私もスポーツ大好きだけど、スポーツの秋でしょ、うん、ということでですね、みんな部活とかで大会とかもあると思うから、うん、今回は応援するときに使える本格的なポンポンの作り方を紹介したいと思います。材料はこちら、メッキテープ、結束バンド、30センチに切った段ボール、平ゴム、ハサミ、以上です。メッキテープはホームセンターや大きな文具店などで売ってるよ。今回は2色の色を使ってミックスカラーのポンポンを作っていきたいと思います。それじゃあまずメッキテープをこのね、30センチに切った段ボールに巻きつけていきます。こう端っこをしっかり合わせて、しっかりまっすぐになるように巻きつけていってください。この段ボールの長さがみんなが作りたいね、長さの直径になります。これで12周巻いていきます。今回買ったのはポンポン用だけど、うん、結構ホームセンターとかだと鳥よけとかのキラキラのテープに使われたりするんだって、じゃあさ、田んぼでチア踊ってれば、うんうん、これ結構大変だよそれ待って、何周したっけあるあるだねちょっと待って待って、ストップ。雑談してたら何周前とか分かんなくなっちゃったので、もう一回最初からやります。12周巻き終えたら、このね、終わりの端っこの部分をハサミで切ります。チキン、オッケー。しっかりここの跡をつけてください、この端っこも。そしたらこの状態で一回取り外します。せーの、はい、オッケー。この状態で端と端を切っていきます。はい、銀色のテープもピンク色と同じように切っていきます。それじゃあ巻くところから何やってもらおうかな。はい、せーの、はい、オッケー。24枚のこのね、短冊型のテープができました。これをミックスさせるので、こうサンドイッチにしていきます。これなんで余ったの、あれ、なんか一瞬多かったみたいです。続いてこの結束バンドと平ゴムを使っていきます。まず平ゴムを自分のね、手首のサイズに切ってください。私の手首に合わせたらこのぐらいの長さになりました。続いてこちらのメッキテープを山谷山のこう M 字、横から見たら M 字の型になるように湯沸きます、うん、まず真ん中辺をこのように谷折りに折り曲げます。そしたらこの状態で結束バンドを緩く留めていきます。これで今仮止めができた状態です。そしたらこの裏側のところに先ほどの平ゴムを通します。この折り曲げた頂点の部分に通すといいですよ。このように結んでおきます。続いて両端を山折りにしていきましょう。そしたらきつく締めます。おー、オッケー。なんかリボンみたいになった。こんな形になったら成功です。結束バンドの余った部分はハサミで切っておきましょう。それではここからいよいよポンポンを開いていきます。この時にこのメッキテープを向こう側までグッと押し込みます。そしたらこの根元をぐるっとねじります。このようにピンと立ったら成功です。おー、これを全部にやっていきます。ここの根元をしっかりやらないと綺麗な輪になりません。なのでしっかり真ん中まで押し込んでやってください。このように側面から見るとこうアスタリスクみたいな星形みたいになっていくのが成功への近道です。根元の密度が増してきたら斜めとかにこう引っ張ってあげるとしっかり隙間ができてやりやすいのでやってみてください。全部巻き終えました。おー、そしたらまだ終わりじゃないです。こう真ん中をこんな感じで整えながら綺麗な丸の形にしていきます。形を整えられたら完成です。結構いい感じにできた、うん、今回は30センチにね全部切ったんだけど、だいたいバスケットボール1個分ぐらいの大きさです。みんなは大きさとか変えたり色もね変えられるので、これでオリジナルを作ってみてください。部活動の応援とかにさぴったりだよね。あ、そうだね。それではまた明日の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。ご視聴ありがとう。みんなもチャンネル登録してくれたかな。まだの方はこのロゴをクリックしてチャンネル登録よろしくお願いします。